投打に翔平、オールスター初安打、有言実行のカーショー内も一塁牽制し、苦笑い。現地7月19日、日本時間7月20日、ドジャースタジアム、カリフォルニア州ロサンゼルスで行われた MLB オールスターゲームに、大谷翔平、エンゼルスが1番、指名打者で出場した。アメリカンリーグの先頭打者として打席に入った大谷は、ナショナルリーグ先発のクレイトン・カーショー、ドジャースの初球をセンター前へ弾き返した。しかし、自打者の打席中に大谷は牽制タッチアウト。苦笑いでベンチへと戻っていった。ジョーマスグローブ、パドレスとの対戦となった第2打席は四球で出塁。第3打席でミゲル・カブレラ、タイガースを代打に送られ試合から退いた。試合はナ・リーグが初回にポール・ゴールドシュミット、カージナルスの本塁打などで2点を先制。しかしア・リーグは4回、ジャンカルロ・スタントン、ヤンキースとバイロン・バクストン、ツインズの2者連続本塁打で3-2と逆転に成功。そのまま逃げ切った。